皆さんこんにちは、フロマスクです。今回は Steam でデモ版が配信されているこちらのシムレールに挑戦していきたいと思います。はい、ということでこちらはタイトルの通り鉄道シミュレーターですね。ストアページの説明によると実際の実在する路線を約500キロほどリアルに再現してんのかな。残念ながら日本語には対応していないようなんですが、早速どんなゲームになっているのかプレイしてみましょう。で、これ製品版だとマルチプレイも対応するのかな。これ楽しみですよね。まあいいや、まずトレインドライバー。はい。ワルシャはポーランドかな。316キロ。結構長距離。見たことない車両ですね。チュートリアル行ってみましょうか。Welcome to Simray Demo. You are at Dobrova Gorunica Zombkovice Station. おおおお、来ましたね。ああ、なかなかグラフィック良さそう。これか。なんかカバーかかってますね。あ、これはかなりリアルそうだな。ちなみに、あ、コントローラーもいけるかもしれない。Walk towards the train and leave the cover panel next to the entrance doors. まあいいや。マウス&キーボードでやっていこう。なんか視点の変更ができない。ん？あ、これか。まずはここで。Great. ほう。Now switch on the battery and then close the cover. ここら辺はちゃんと細かなチュートリアルありそうですね。これは難しい。It's time to enter the cabin. 細かそう。Use the one key. ワンキー。Now, turn on the radio telephone. It will allow you to communicate with the dispatcher during the entire journey. 外から入ることはできないのかな？おー、すごいですね。これか。Activate the cabin by turning the switch clockwise to the first position. やばい、リアルそうだな、このゲーム。チュートリアルないと絶対わかんないな。はあ。Our vehicle is powered by electricity from overhead contact line system. やばい、これ全部スイッチ類も動かせるのか。Use the button or a space bar on a keyboard to deactivate the CASC security system. These systems will regularly check your alert while driving. なるほど、これ押しとかなきゃいけないのか。Our vehicle is powered by electricity from overhead contact line system, so it's necessary to lift the pantograph. Our vehicle is powered by electricity from overhead contact line system. これでパンタグラフ行ったのかな。So it's necessary to lift the pantograph. はあ。Now close the quick circuit breaker. ブレーカー。Wait for いや、結構これガチな締めゲームだな。なんか音がしてる。あ、やばいな。おー、音もいいですね。Now, 本格的だな、本当に。あ、これレバーサーか。リバーサーですね。フォワードにすればいいかな。ライトモードか。これは。During the day, you can dim them to not blind the other trains.ノーマルドライブで。これでいいのかな？ノーライブポジション。ドライブポジション。これでいいのかな？Hold down the main brake line button. アンロックブレーキパイプ。ん？これを、あー、ずっと押しとくのか。ブレーキ圧を、はい、こんぐらいいいのかな？抜いた感じか。難しいな、これ。何すんの、次は。Zombkovice 42665 ready to approach the platforms. あー、これで準備ができたという報告したのか。このガイドなしに、すごい、すごいぞ、このゲーム。ゲームなのか、これは。で、Push the throttle forward to accelerate. You can use the pass key on the numpad. もういけるんだ。これってコントローラーできないのかな？ 25 km per hour speed limit. あー、まずは25キロ制限ってこと？あー、これやっぱスロット、キーボード、これでやんなきゃいけないな。これもブレーキなんだ。動き出す？インクリースパワー。音いいですね。
前に倒してると進む感じだ。あ、速度結構速い。やばい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 。ちょっと待って、ちょっと待って。なるほど、これが必要なんだな。え、むずっ動いた動いた。いや、難しいこれ速度を調整するのはめちゃくちゃ難しいな。このまま進めばいいのかな。ホーンとかはないの？あ、ホーンあった。ブレーキ？あ、ナムパッドでできるのか。Allow the passengers to open the doors by rotating the switch to the right side. Wait until the departure time. Close the doors after the train manager is ready. Slide the train according to the intention, which you can slide out on the left-hand side of the room. Ah, 来ましたね。めちゃくちゃ難しいこのゲーム。And upcoming speed limits on the top right corner. かなりガチガチのシミュレーターですね。動かすのが相当難しいんですけど。Your train stops at every station and train stop. Pay close attention to indicators and semaphores. すごいですね。ミラーでちゃんと見える。まだ待つのこれ。あ、今16時6分になったのか。ここら辺もリアルですよね。Disable the ability to open the doors by turning the switch to the correct position. Push the throttle forward to accelerate.これで行けばいいのか。出発していきましょうか。40キロ制限。いやー難しいな、速度調整が。はい、これでいいのかな。2.3 キロ先、右側に信号も出てますね。いや、速度調整難しい。これで待っとくか。このままの速度で行けばいいんだろうか。ここ速度は何キロで行けばいいのまあいいや、どんどん行ってみましょう。40キロ制限なのかな。でも特に出てないですね。 After leaving the station, you can accelerate to the scheduled speed. スケジュールスピード、なんじゃそれ。これぐらいかな。あ、ちょっと早いんだ。40キロぐらい、こんぐらい。やっぱ40キロ前後がいいみたいですね。ちょい上げぐらい。はい、スペースキーを押して退場と。これ光ったらスペースキーを押さないとダメですね。じゃないと多分非常ブレーキ入っちゃうんだろうな。とりあえずこのままの速度を維持していくか。残り 1.2 キロ。基本40キロなのかな。あ、120キロって書いたんだ。ここ速度出していいのか。加速してみましょうか。速っ、加速いいですね。あと1キロしかないけど。かっこいいだ。これぐらいにしとこう。もうこれ700ですからね。
おー、雰囲気いい、これやばいな。あ、もう止まらないと。はい、ここで停車か。止まれないでしょ。ここは停車ですよね。あ、いか、異常が入ったかも。止まれない。通過しちゃいましたね。調子乗って加速しすぎた。あ、車も走ってる。ちょっと戻りましょうか。ちょっとオーバーランしちゃったんで、これで戻れるはず。ん？あー、戻りますね。はい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 。ここ停車駅ですよね。あ、またブレーキ入っちゃった。これ大変だな。だいぶ時間が、こんぐらいで止めようかな。もっと早めに止めなきゃいけなかったですね。はい、こうして、ドアが、ドアどれでしたっけ。これか。あー、来た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 。遅れちゃったけど、どうすればいいんだろう、こういう場合は。1分遅れ。ここでいいのかな。いいの、これで。Disable the ability to open the doors by turning the switch to the correct position. うん。Push the throttle forward to accelerate. はい。これでまた行けばいいのか。出ましょうか。3.7 キロ先ですね。加速が早いんだよな、はい。これ難しいけど、やりごたえはあるな。飛ばすか。100キロぐらい出していいのかな。120出せるけど、120出してみるか。ちょっとこの視点でも見てみよう。あー、かっこいいですね。これはいいんですけど。おー、対向列車。あ、待って待って待って、もうこれ止まんのか。間違えた、ここか。こんな飛ばしちゃダメだった。全然ブレーキ効かないですね、当然だけど。あー、結構駅と駅のあれ近いんだな。ちゃんと見てなかった。 3.7 キロ先じゃなかったですね。これは止まれないでしょう。またバックしないと。速度制限のところが 3.7 キロ先だった。はい、あ、いかん、エマージェンシー入れちゃった。これ入れるとまたブレーキのやつ解除しなきゃいけないんで面倒なんですよね。まあいいや、一度こうして、ねー、レフトドアですよね。早く出発したいけど、はい、あ、OK ですね。The lever is in the braking position. Push it forward. はい。Push the throttle forward to accelerate. 出発しましょう。次は？あんま速度上げすぎない方がいい。60ぐらいがいいですね。止まれない。一度スロットル入れるとしばらく入るから、そこら辺がちょっとこう難しいですね。あ、 1.2 キロ先なんか出てんな。なんだろう、
あんま速度出したくない。信号が怪しいな。こんぐらいでいくか。ブレーキの利きとかが入れてからちょっとこう遅くかかる感じですよね。これ行っちゃっていいのかな。40ぐらいで行きましょうか。分かんないよこれ。はい、 300m 先の信号がなんか怪しいですね。黄色信号か。行っちゃっていいのかな。あ、でもブレーキとかのかかり具合は分かってきた。まあ黄色だから40キロぐらいだったらいけそうですよね。ゆっくりと行ってみましょうか。停止信号っぽいですけどね。いいんだ。あ、この 1.3 キロ先が赤信号か。 Use the call button on the radio to call the dispatcher. あー、コールすればいいのか。もうちょっと近づいたらコールしてみましょうか。ここで入るための許可をもらわなきゃいけないのかな。Dobrova Gornica 4665 requesting permission to enter the station. あー、入るためのリクエストが必要なんだ。トラックナンバーワンに入ると40キロ制限。なるほど、 48% ぐらいで維持していってみるか。あー、なるほど、こうやってやるのか。なるほど、速度維持の方法分かったかも。36ぐらい。また信号あるな。1キロ先。まあ先駅の方も入る形ですよね。いやー、リアル。サンバイザーとかもあるのかなこれ。ちゃんと止めたいけど。このままの速度で入っていきましょう。残り 800m 先赤信号ですね。あ、これか。一番ホーム。はい。ここら辺で止まっちゃっていいのかな。まあ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 、もうちょい入るか。ちょっとビビりすぎた。真ん中あたりまで行こう。ここで止まんのかな。もうだいぶ時間は過ぎてるけど、もうしょうがないな。ようやく操作に慣れてきましたね。ここら辺で止めちゃいましょう。はい、開ければいいの。止まるのか。ここはPush the throttle forward to accelerate. 行きましょうか。あ、でも操作方法分かってきた。また40キロ制限ですね。あー、なるほど。維持して
これで切っちゃえばいいんだ。そうするとその速度でいけるのか。なるほど。100キロ制限。Good luck. うん、このまま行けと。がどこまで行けばいいんだろう止まる場所がいまいち分かんないんですよね。位置が70も出していいかな。でもいざという時止まれないからな、この速度だと。全然知らない場所なんだ。あそこかな、もう。速度落とした方がいいでしょう。わかんないですね。あそこか。もうちょい先だな。50ぐらいで行くか。最初はのどの行きましょう。あーでも景色とかもなかなかいいですね。街並みもちゃんと再現されてんだな。で今グラフィック設定ほぼ最高でやってるんですけど、まあ、結構スムーズにいけますね。おー、救急車とか走ってんな。これいいですね。外歩いたりもできんのかな。最初歩いてましたもんね。でこれ各駅停車なのかな。あ、これか、ここだ。あ、いかん、非常ブレーキいっちゃった。これが入っちゃうんですよね。多分出発を決定。あ、2.36 キロ先から。多分次ネクストストップだから合ってますよね。はい、先なんで。え、これどこまでできんだろう。はいはいはい、こう開けられたりとかするのかな。おー、あ、結構遠くまで景色再現されてるんだ。ほう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 。もう時間は絶対間に合わないけど、遅れても特にペナルティとかスコアがある感じじゃなさそうだな。マルチはどういう感じになるかも気になりますよね。いやー、本当にかなり本格的な鉄道シミュレーターですね。はい、あと1キロ。ちょっと重くなってきたな。そこか。ここですね。止まってこ。このぐらいかな。真ん中で止まればいいんで、止まる位置は楽ですね。はい、よし、行っちゃっていいのかな。
信号が赤。Benjin 4665 requesting permission to enter the station.、はい、あ、行けそう。うん。進入許可もらえましたね。何キロ制限？40ぐらいで入ってるか。ある程度信号に近く、信号の近くで通信しないといけないのか。はい。行こうか。OK かな。はい。おお、終わったこれは大変これは大変ですね。はい、一応ミッション完了、ここで終了だったんだ。はい、いや、これ製品版来たらやってみたいけど、うまくやっていける自信が全くないですねデモ版でももう一路線チュートリアル以外もできるみたいですね。だいたい30分ぐらいって書いてある。なるほどですね。まあいいや。ということで今回は一度この辺りで終わりにしたいと思います。